実は僕たち遠距離恋愛でした。はい、というわけで、今回は実は僕たち、遠距離恋愛やって、それについてお話ししたいと思ってます。決してなんか黙ってる必要とか別に、なかったんですけど、わけも特にないんですけど黙ってて、 YouTube もやってたんですけど、どうしても月に1回とか投稿しかできないから、その理由みたいなのをちゃんとこう話しておきたいなっていうのを思って撮ってみてます。はい、いや僕たちの慣れ初めじゃないけど、そういう過去のどういう風に付き合って今に至ってるかっていうのを話したいと思います。ちなみにりーちゃんは髪の毛をめっちゃ切りました。あ、そうです。めちゃくちゃ切りました。誰ってなってたかもしれない、まずびっくりしました。はい、で、僕たちは美容学生の時に同じ学校やって知り合ってて、でその2年生の時に付き合い始めました。で、美容学校を卒業して、就職は東京2人で就職をすることに決めて、もちろんお店は違うんですけど、同じ東京に、すごい美容師になろうと思って、就職ざっくり就職したわけですね。で、僕の方がちょっといろいろあって、もうすぐにちょっとこう、その就職した東京で就職したところを辞めて、再就職もこっちで東京で考えたけど、なかなかちょっと厳しくて、地元の方に戻っちゃうことになりまして、結構すぐやったのな。戻って、その時もいろいろ悩んで、もちろん美容師というか、一番ほら1年目って熱量高い段階やったから、なんか美容師してないっていうあのもどかしさ、で、りーちゃんは頑張ってるというか、そのそばで見てるから、どうしてもその本当に悔しいもどかしさがかなり高くて、早く美容師をしないといけないというか、したいっていうのがあったから、地元の方に戻って、戻ることを決断して、りーちゃんに話して、戻った。寂しかったですね、あの時はすまんせんの寂しい思いをもちろんさせてもしまうし、そこもめっちゃ悩んだんやけど、いやでもそれはやっぱりせっかく専門学校出てるし、一番これからの人生で長くしていくことやから、ここで諦めたらな、もったいないからな。全然その早く決断してよかったと思う。そうやん、うん、な。じゃあ申し訳なさももちろんあったかな。俺がいきなり置いて帰ることになった。一人ぼっちにさせてしまうわけやん。で、たまにしか会われへんくなるのに対して、でもりさちゃんは全然否定することなく頑張ろうみたいなことを言ってくれて、助かったな。あの時はめちゃくちゃ長い手紙もらったよ。めちゃくちゃ長い手紙俺の思い、あの時の思いをまんま記した、めちゃくちゃ長い手紙渡したりとか。じゃああの時多分情緒も俺不安定やった、病んでて、多分俺人生で一番病んでて、だいぶ病んでて。確かにそんな感じやった。で、戻って遠距離がスタートしたわけですね。だからそこからは月に1回、僕が連休の時に、月1回連休あるんですけど、その時に東京に来てデートしてみたいなのをしてました。だから月に1回しか会えないから、会えた時の喜びみたいなのはすごく毎回新鮮味新鮮で、それは遠距離の良さじゃないけどいいところかなみたいな。毎日会うのもちろん嬉しいねんけど、月1回やからこそ会えた時を大事にみたいな。毎回初デートのテンション、そうめっちゃ嬉しいやん。まず集合して会った時の、うわーみたいな、久しぶりみたいな、あれを毎回感じれてるのが良かったし、月1回そうやってもう行く予定があるから、そこに向けて自分を毎日しようとしてるのがあって、その近づくにつれて気持ちもモチベも上がっていくから、すごいいいなって思うし、逆に今の時代ってもう電話とかテレビ電話で会話も結構できるから、意外と会えてないけど会った気にも慣れてるというか、そういう意味では昔に思ったら寂しくも、寂しいけど
マシなのかなっていう思ってるかな。この YouTube を始めたのは、まあ、今から多分もう2年前なんよ。もう経つ前、あの江ノ島初めて行った時、Vlog上げたやつ、あれがもう2年前で、まあ、これはそもそもスタートした理由も、とりあえず毎回のデートを大事にしたいから、ちゃんと思い出として形として俺はなんか残したいっていうのがなんかあって、それでまずまあ一番大きなとこはそこかな。でまあ YouTube まあアップして、その見てくれて、まあ、喜んでくれる人ができたら、それはなおのこと、まあなんか俺もそういうの好きやから嬉しいなっていうのもあって、まあ一応続けてます。かれこれ、まあ、僕たち4年半ちょいかな、今も続いてるんですけど、だから実際のところも遠距離恋愛の方が圧倒的に長いかな。何年ぐらい？4年以上やんな、もう遠距離でやばいな。だから月1回もちろん会えてる日もあれば、まあ予定とかが合わなかったりしたら、まあ1ヶ月半とか会えない時とかあったりとか、4年以上遠距離の方が長い状況なんですけど、なおもまあ変わらず楽しくやれてるっていう状態ではあります。はい、だからあの YouTube の動画アップにちょっとこう、まあ、基本結構ちょっとスパン食やん、頑張って月2本は上げれたらいいねんけど、まあ、月1本なったりしてしまったりとかしてて、ちょっとこう波があるので、まあ、今回はその訳をちょっとこう説明させていただきました。初期リサチャンネル、この遠距離を結構すごいと思うよ、4年以上続けてるこの手この仲の良さ、俺はなかなか自信があるというか、それの理由というか、お互い大事にしてるところ、そういうところちょっとお話ししたいなと思います。やりちゃん、やる？なんかある？なんでもいいよ。え、でも続けられてる理由として、その美容師っていうのも結構なんか重要だと思うね。なんかこう、もう忙しいやん、結構夜も遅いし、で、他に使う時間があんまなかった、1年目とか特に、はい、もうそれ、まあ、ずっともう休みの日もあるしみたいな。まあ、りちゃんは大型店舗やったから余計な、まあまあまあ忙しい、まあでも全部、まあ、まあまあな、結構多分忙しいから、なんなら一人暮らしやし、そうやんな、遊びに行く時間とかないから、会える、その遠距離でも会えるまでの、なんて言っていいの？さっぱりわかんないあれやろ、だからほんまに毎日忙しくて、仕事しかできない。わかった、で、遊ぶ時間ないから、はいはい、まあ、予定立てられへんやん、そもそもな。そう、でもだから1ヶ月の後のその会えるっていう予定だけがあるから、それまでに向けて頑張れるみたいな。そうやな、そういう、いや、わかるよ、わかる。でもどうせまあ実際忙しすぎてそんな遊ばれへんもん、そうな、多分同じ近くにいたとしても、うん、で、その寂しいっていう時間が、もうもはやない。そもそも、そうだいぶやな。そうだから夜とかの一人の時間とか、多分普通に6時退社の方とかやったらあるやん、夜の時間が、まあ、でその時間に多分寂しいとか思うわけよ。で、その彼氏の帰りを待つとか、でもその時間がないから、もうやばい、もう疲れて帰ってきました、お互いそうやからもう寝るってなって、それのルーティーンで会える日が来るわけよ、もう気づいたら、あ、明日やんみたいな。確かに、だからそれで来れたんじゃないかなとか思う。間違いない俺が大事にしてることは、まあ、大事にしてるけど、2人でまず大事にしてたのは、でも電話はもう欠かさずというか、毎日 100% 何があろうととりあえず繋いではいたよな。うん、繋いでたな。だからまあ今日リサちゃん結構さらに遅い、帰りが遅かったから、うん、まあ、俺は絶対待ってたし、で終わったら絶対電話くれてたよ、うん、だからそこでもう、あ、お疲れみたいな電話始まって、それはもう毎回欠かさず、どんだけ、だから結構遅くても俺はずっと待ってたし、まあ、逆の場合でもりちゃんも待ってくれてたし、ここは徹底して一回は話すっていう。別になんかめっちゃ濃い内容を話してるとかでもなく、でだから無音の時もあるやん、そっちの方がぶっちゃけ多いやん。まあ、でもただ向こうが生活してる、その生活音みたいなのなんか入ってきてるから、なんかなんとなく何してるかはなんかもう分かる領域やん俺だってだからまあそれこそ話さなくてももう理解し合えてるっていうところまでも来てて、もう遠距離でも、だから本当に
そこは大事にしてたの、うん、電話はする、うん、電話さえしとけば相手が何してるか分かるから、うん、安心感というか、うん、あるよ、ね、電話すらももうなくなっちゃったらもう何してるかも分からへんし、なんかそう悲しい、それこそ悲しい、そこは徹底してた。で、あとはもうまあ遠距離どうこうじゃなくてカップルに言えることやけど、もう超素直にもうそのまま思ったことは、まあ、口にしたいなとは思ってる。特になんかどっちかと言ったらポジティブな方の言葉はもう素直に嬉しいだったりとか、なんか喜びの感情はダイレクトに俺は伝えるようにしてる。そこはなんか隠さず、男性ってどっちかというとそういうのを隠しがちな、ちょっとクールに振る舞っちゃうとこあると思うねんけど、俺はそこをロック解除して素直に喜びは子供のようにいい意味でなんか口にするようにしてる。やっぱそういうポジティブな言葉とかはやっぱり周りに元気与えるし、その人も元気にしてあげられるから、まあ月1しか会えへんからこそやっぱりその時をもう最高峰に楽しんでもらわないといけないんで、なんかそういうのは思ってるかな、まあ、ネガティブなそういう悩みだったりとかそういうのももちろん言い合える関係の方がいいんだけど、まあそういう話もね、まあ、全然するし、まあ素直さっていうのは何歳になってもてか大人になるにつれて強になっていくのかな。どうしても大人になっていくにつれてなんかこうカッコつけたりとか自分の弱い部分っていうのを、まあ、隠して自然と隠してしまう生き物やねんけど、そこをあえて日本人は特に取っ払っていった方がいいんじゃないかなっていう、そこかな、これがやっぱり大事にしてるの。そしたらなんか全部うまくいきそう。結局なんか喧嘩したりしてしまう時ってお互いの何や思考のズレというかそれのぶつかり合いで起こってしまうから、もうそもそもなんかもっと素直に恥じらい段階からお互いの意見を言い合えてたら起こらないことなんかなって思うから、で、まあ、もちろん向こうの意見も素直に受け入れてみたいな、そういうのがお互いにあればどっちか片方じゃなくてお互いにあれば絶対起こらないことほんまに響いた。え、ほんま響いてると思う。いい話したかな。今後も別にどれぐらい遠距離が続くとか、まあ、そんなのは分からないし、まあ、それはまあ俺たちも一生遠距離でいたいわけじゃないやん。うん、もちろんな。一生遠距離でやるつもりもないし、もういつかは。遠距離系 YouTuber でやる。一生。一生。それはまあもちろんないし、まあいずれは一緒に住んで、なんならまあよりこういう投稿も。増えれたり、あのハピネスレベルを聞いたことある、覚えたであろう、ハピネスレベルを上げていけるんで、まあ、それを目指して今はやりたいです、まあ、そこは まだいつ一緒に住むとかまでって分かんないけど、それに向けて頑張ってるっていう感じでございます。めっちゃ頑張ってます。いや、リチャーも頑張ってるでしょ。一緒に一緒に頑張ってます。なんでまあ皆さんもまあこういう僕たちの形ですけど応援してくれると非常にまあ嬉しいし、チャンネル登録なんぜひよろしくお願いします。ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしよかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。10年ぶりのボブ。あーちなみに僕はロング派です。いや、全然似合ってるから。